本日は釜石大船渡そして陸前高田に、お伺いをいたしました。大月震災から丸8年となります。被災地の皆さんにとってこの8年さまざまな困難があったと思います。その中で皆さんの懸命な努力によって道路や鉄道が開通し、そして商業施設が開業しました。あと半年でラグビーワールドカップが開催されます。世界中の人々が釜石にやってきます。復興スタジアムでグリードライブ熱戦が子どもたちに夢や希望を与え、そして復興発展に力を与えてくれることを期待しています。今後も被災地の声に耳を傾け、皆さんの声を復興につなげていきたいと思います。